It writes about Baphomet in Wikipedia as follows. Baphomet is a term originally used to describe an idol or other deity that the Knights Templar were accused of worshipping and that subsequently was incorporated into desperate occult and mystical traditions. It appeared as a term for a pagan idol in trial transcript of the Inquisition of the Knights Templar in the early 14th century, 1307. The name first came into popular English usage in the 19th century, with debate and speculation on the reasons for the suppression of the Templars. However, my Hiroshi Hayashi's question. is not on this.Why is Baphomet is Baphomet with a very demon-like a p p e a r a n c e w i k i p e d i a 百科0回には次のようにあります。Baphomet の起源は判明していないが、11世紀末から12世紀のラテン語書簡などに現れており、 これが最ののものとなっている。当初は異教の神のことを指し十字軍の記録もモスクをバフォメットの神殿とする記述がある後の1300年代初頭にテンプル騎士団に対する異端審問の際にバフォメットが大きく取り上げられることになったテンプル騎士団は1307年にフィリップ4世により 偶像崇拝の球団を受けた際、このバフォメットの偶像を建てまつっていたとされる。しかしながら、今日のポイントはここではありません。私、林博士の疑問は、なぜバフォメットがバフォメットなのか。つまり、なぜバフォメットは見るからに悪魔のような様相をしているかということです。 広志林浜し、浜祭り、ジャパン。画面を見ながら説明します。1500年後、イエスは復活しました。ルネサンスという時代に復活し、そして操り画家たちを使い、そして自分のアジェンダを 発表しました。その中には、レオナルド、それに、ミケランジロも含まれています。まあ、これは岩窟の聖母ですけども、これは一般に言われているような美しい絵ではありません。レオナルドは、このような形で、この中に描かれているマドンナが、大蛇であることを示しています。まあ、このような形で、 レオナルドは様々な形で、そして同じく、ミケランジェロも様々な形でアンチ・ローマン・カトリックの姿勢を鮮明にしていました。つまり、1500年後のイエスは、レオナルド、ミケランジェロを利用して、そして自分の作品を発表していたということになります。イエスと、 マリアの関係は、まあ、決定的とも言えるほど、決別していました。まあ、そうした姿勢がですね、こうした絵の中に現れているというわけです。これは私、林博士が今まで証明してきた、ほんの一例でしかありません。で、まあ、この岩骨の成分について言えば、レオナルドを通して、 1500年後のイエスはマドンナというのはラミアであることを示しています。ラミアの別名はマリアです。ラミアイコールマリア音の入れ替えを行っています。ともかくもこのような形で1500年後のイエスはマリアを表現し そのマリアは、つまりマドンナは、限りなく美しく、限りなく美しく、気高い印象を与えます。そこに注意してください。限りなく美しく、限りなく気高い。それが、マドンナ、つまりマリアということになります。 それに反して、バフォメットは見るからに、見るからに恐ろしい様相をしています。マリアとは正反対です。バフォメットは見るからに悪魔という感じです。しかしそのバフォメットは奇妙なハンドサインをしています。 手に注意してくださいいくら、まあ、本尊ですね、日本風に言えば、を建てるとしても、このような本尊を建てるということ自体が、まあ、社会通念上、一般常識から外れているということになります。この点に注意してください。見るからに 悪魔という感じですね。皆さんを USA のジョージ・ワシントン・メイソニック・ナショナル・メモリアルに案内します。ジョージ・ワシントンは少なくともフリーメイソンでした。その証拠がこの記念館の 庭に残っています。フリーメソンのシンボルマークが描かれています。そしてこれがジョージ・ワシントン像です。で、この姿勢についてですね、これはバフォメットの姿勢であると説く人たちがいます。一つの説ということになります。確かに姿勢はよく似ていますね。上半身裸で向かって左側の手を上げ、 向かって右側の手を下げています。そして、やはり独特なジェスチャーをしています。で、このジョージ・ワシントンの手についてはよく見えませんが、しかし、バフォメットのハンドジェスチャーとよく似ているというふうに、私、林恵氏は判断しました。えつまり、このような形で、ジョージ・ワシントンは隠れバフォメットの信者で、 あったと解く人たと人ちもいます。で、このハンドジェスチャーが一つの、まあ、謎を解くヒントになりましたここで二つのハンドジェスチャーを確認しておいてくださいパフォメットの像です。向かって右側のハンドジェスチャー 三本の指を立ててますね。そして向かって左側のハンドジェスチャー。中指と薬指を折り曲げています。向かって左側のハンドジェスチャーです。中指と薬指を折り曲げています。向かって右側はそれに反して親指、人差し指、中指を立てています。それについてこれから説明します。 マラヌスの手。これはミケランジェロンが発達されるピエター像です。向かって左側、マリアの右手を見てください。中指と薬指がくっついています。これをマラヌスの手と言います。マラヌスというのはもともとは隠れユダヤ教徒の別詞語でした。カトリック教会の弾圧を恐れて、表向きはカトリック 今日の信者のふりをしながら、陰でユダヤ教を信仰していました。そのハンドジェスチャーがマーナヌスの手ということになります。つまり、イルミナティ、もしくはイエズス会のメンバーであったということになりますが、イエズス会が発足したのはこの像ができてから、まあ、35年前後後のことです。イエズス会の修道士の 手を見ますと、中指と薬指がくっついているのがわかります。まあ、つまり、このような形で自分たちの立場を暗に表明したといいますか、連絡しはったということになります。これがマラヌスの手です。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーというふうに理解するとわかりやすいかと思います。でその手が ミケランジョロのペーター像の中に表現されているということになります。ミケランジョロは、少なくともミケランジョロという芸術家はですね、まあ、このような形でアンチマリア、アンチカトリックであったということになります。 ただ、ハンドジェスチャーについては一つ注意しておきたい点があります。親指を中へ折り曲げますと、これがバファメットあるいは悪魔というハンドジェスチャーになります。しかし、親指を外に広げますと、愛もしくは正義という意味になります。現在のローマ法王はイエズス会の出身です。世界の指導者たちもこのです。 ハンドジェスチャーをしています。イコールパフォメットではないということですね。基本的には親指を外に広げますと、愛、もしくは信頼という意味になります。が、ミケランジェロ、つまり1500年後のイエスのアジェンダは明確です。シ,シナレ礼拝堂の神々の 手に注意してください。中指と薬指がくっついています。マラヌスの手です。さらに、この絵についてもそれが表現されています。マラヌスの手です。イエズスス会というのは、もともとはイエスの仲間という意味だそうです。 つまり、マリア教徒化したローマンカトリックに対して、1500年後のイエスが、その裏でイエズス会を立ち上げたと、私、林博史は判断しています。大変興味深いことに、現在、世界的によく知られている天才画家の秋屋根 ククラマリックも同じような手を表現しています。左側がアキアネ・クラマリックの描いた絵です。右がハンドジェスチャーですね、まあ。指が開いてますから、愛、もしくは正義という意味で使っているのかもしれませんけども、同じような手をウィリアム・エイ・ブーグローも表現しています、まあ。1900年後のイエスに操られた 操り芸術家であったと私、林博士は判断しています。人間には描けるはずもない絵を数多く描き残しています。そのウィリアム・ブーグローの描いた聖母とイエスの絵の中にも実は同じハンドジェスチャーが表現してあります。マリアの手を見てください。中指と薬指がくっついています。そして、 イエスの手もマーラヌスの手を表現しています。ウィラム・エ・ブーグローは、いわゆるイルミナティの流れを組む画家だったのでしょうか。ブラウスもやはり同じような手を表現しています。中指と薬指を曲げている。これが一般的なマラヌスの手の変形ということになります。 このような形で、暗に自分たちの宗教的な立場を表していたものと、私、林博士は判断しています。となると、バフォメットのハンドジェスチャーは何かということになります。バフォメットのハンドジェスチャーに注意してください。 薬指と小指を曲げています。そして親指、人差し指、中指を立てています。なぜバフメットはこのようなハンドジェスチャーをしているのかということになります。バフメットのハンドジェスチャーを注意深くご覧になってください。ハンドジェスチャーですね。親指と 人差し指と中指を立てています。これは何を意味するかということなんですね。で、私なりの方法で検証していました。像によっては向かって左側がですね、マラヌスの手になっているのもあります。しかし、どの像も基本的には右のようなハンドジェスチャーになっています。 そのヒントは先のウィリアム・ブーローが残しておいてくれました。ウィリアム・ブーグローは何枚か聖母子の絵を描き残しています。その中の一枚がこの絵です。全く同じように描かれている点にも注意してください。つまり、このイエスの手を見ていただきたいと思います。向かって 右側がマラヌスの手、そして向かって左側がバフォメットのハンドサインということになります。親指と中指と薬指が立ててあります。比較してみてください。黄色と黄色、ブルーとブルーを中深く比較してみてください。同じですね。ということは、 マラヌスの手は隠れユダヤ教徒、そしてブルーのこの三本指を立てたハンドジェスチャーは私はイエスであるということを示していることになります。イエス・キリストのハンドサインということになります。それがバフベットの両手に表現されているということですね。つまり私は神、イエス・キリストであるということを このバフォメットの像が示していることになります。となると、ここで最初の謎に戻るわけです。何故にこのような見るからに悪魔のような誰が見ても不気味な像に仕立て上げられているかということです。これが私の疑問です。なぜバフォメットが このようであるかということなんですね。で、冒頭に説明しましたが、バフメットの起源は判明していないと。そして、テンプル騎士団に、がこのバフメットの像を使っていたということですね。反動ジェスチャーを見る限り、そして流れからすると、隠れユダヤ教徒、バフメット、イエズス会はそれぞれ、 まあ断言はできませんけれども、時系列的に何らかのつながりがあったと考えるのは自然なことではないでしょうか。その証拠の一つが、シッーな礼拝堂の天井画に残っています。この部分に注意してください。一般的には羊ということになっていますが、これは 羊ではありません。反転してみますと、バフォメットの姿になります。つまり、1500年後のイエスは、ミケランジョロという操り画家を使って、そして天井画に、バフォメットの姿を書き込んだということになります。そしてその流れは、遠く離れて、ジョージ・ワシントンの 像へと繋がっています。ジョージ・ワシントンはフリーメソンリーでした。そしてその聴覚団体であるイルミナティのメンバーであったことは十分考えられます。つまりこうしてイエスを間において、それぞれがそれぞれに有機的につながっているということになります。 このポーズについては私が発見したことではありません。ジョージ・ワシントンのポーズがですね、バフォメットにそれに似ているというわけです。まあ似ていてもおかしくはないということになります。そこで重要なことは、神々というのは見た目、あるいは表面的な様子に、様子で 判断してはいけないということです。それが今日の動画の一つの結論ということになりますが、では逆になぜ見るからにこのような悪魔の様相をした、まあ、偶像ですわね、それを描いたかということになります。それは冒頭に挙げましたように、マリアの 1500年後のイエスが操り人形画家であったレオナルドあるいはミケランジョを使って表現したマリアの像にあると思われます。どこまでも、どこまでも美しく神々しい顔をした聖母マドンナ・マリア。がしかし1500年後のイエスが 表現したマリアはまさに魔女中の魔女でした。これに対してどこまでもどこまでも醜いバフォメット。恐ろしい顔をしたバフォメット。まさに悪魔中の悪魔といった顔のバフォメット。が、それは イエス自身であったということになります。つまり、こうして二人の神を並べてみると、その向こうに1500年後のイエスの人間に対するアジェンダが見えてくるというわけです。人間は財力、地位、肩書きで人を判断します。 宗教についてもそうです。見た目の美しさ、豪華さで判断します。が、そうであってはいけない。ということを、1500年後のイエスは、このような形で鮮明に私たち人間に教えているということになります。神々も見た目で選んではいけないということです。これが、この 動画の結論ということになります。bye for now.